どうも、あさきです。本日の動画ではですね、じゃじゃーん、こちら、リポバッテリーですね、なんですが、このボンカさんというメーカーさんからリポバッテリーを今回ご提供いただいたので飛ばしてみてレビューしていきたいと思います。で、こちらのボンカさん、最近話題のバッテリーメーカーなんですが、結構海外のバッテリーオタクの YouTuber の人とかが他のメーカーのバッテリーと数値を使って比較だったりとかをしていて、いろんなバッテリーメーカーさんと比較した中でもいいバッテリーという評価をされていたので、どんな感じなのか買ってみるのがとても楽しみです。ではでは、飛ばす前にバッテリーの基礎知識からお勉強していきたいと思います。で、まず知っておいてほしいのがこのバッテリーですね、書かれている数値、この 1800mAh、 こっちだったら 1400mAh ですね。この mAh の数字と 200C って書かれている C の値ですね、こっちだと 120C と書かれております。この2つが何を意味するのかっていったところをちょっと押さえておく必要があります。まずこの1800と1400の mAh のとこですね、これはこのバッテリーの容量を示しています。なので、ここの数字大きい方が容量があるので、一般的にバッテリーのサイズが大きくなったりとかっていったことになります。で、次にこの C の値ですね、この C の値ですが、これはバッテリーが放電だったりとか充電する時の能力の値ですねを指しています。なので、この C の値が大きいバッテリーの方が、たくさん電流を流すことができるといったようなものになります。で、この2つの値ですね、容量かけるこの C の値が、そのバッテリーが流すことができる電流の量になってきます。つまり、こっちのバッテリーだと 1400mAh なんで、 1.4A かける 120C で、 1.4 かける 120A の量の電流をマックスで流すことができます。なので、この C は大きくなれば大きくなるほどのバッテリーに余裕があるというものになります。 C が大きいバッテリーの方がバッテリーにかかる負荷は小さくなります。ただし、この C が大きいからといってバッテリーの飛行時間が伸びるわけではありません。逆に C が大きいと電流が流れすぎちゃうので、レースとかだともしかしたら飛行時間短くなっちゃうっていう可能性も考えられます。で、この飛行時間については後ほど、同じ容量で C の値だけ違うバッテリーですね、2つオーバル円形でこうぐるぐる飛ばしてみて、どれぐらい持つのかっていう飛行時間ちょっとテストしてみようかなと思うので、こちらも楽しみにしていてください。で、先ほどこの C が大きく、こっちかこの C が大きくなれば大きくなるほど、バッテリーに余裕があるっていうのを言ったんですけど、この C が高いと電圧がドロップしにくくなるって言ったメリットがあります。で、電圧がドロップってどういうことかというと、レース機ってこう飛ばしててスロットルギュンって入れると電圧がギュンって下がるっていうのを、多分飛ばしたことある人だったらよく感じることだと思うんですけど、これですね、C が高いとこのドロップがしづらくなるって言ったメリットがあります。これなんでかというと、私も分かんなくてめっちゃ聞いたりとかしたんですけど、まずですね、電力っていうのは電流かける電圧になってます。で、この C が高いっていうことは電流値がでかくなります。なので、高 C の方が電流が大きくたくさん流れるので、電圧が下がった分だけ電流でこう補完することができて、よりパワーを出すということができます。なのでですね、後ほどこちらのバッテリー使ってフルスロットル何秒か入れた時に電圧がどう変化するのかとか、その時に流れる電流量どうなってるのかといったところもちょっとテストしていきたいと思います。でですね、私がすごい心配だったのが、この流れる電流量が増えることで機体が燃えちゃわないかっていうのがすごい心配でした。なんですけど、そもそもバッテリーが原因で機体が燃える理由ですねとしては、機体のペラが合ってない、プロペラって
ものによってこういろんな角度ですねだったりとかついてるんですけど、ピラが合ってなくてモーターの KV 値が高いとモーターが回ってしまう可能性があります。でそもそもモーターの KV 値、モーター見るとなんちゃら KV、 KV これだったら1950とかって書かれてるんですけど、まあ、そもそも KV とは何かといったところからちょっと、ご説明したいと思います。でまあ説明ってほどではないんですけど、この KV 値ですねというのはモーターに負荷がかかってない無負荷の時にこのモーターが回れる回転数で、もっと具体的に言うと電圧 1V で1分間に何回転できるかっていうのがこの KV 値になってます。でまあ、モーターっていうのはここに書かれた、回転数までしか回れないですね。でモーターって KV が高ければ高いほど負荷が大きくなってきます。でこれ最初私もよく分かんなかったんですけど、例えば自転車を10回漕ぐのと100回漕ぐのでは100回漕ぐ方が、まあ、自分にとって負荷が高いっていうか、まあ、普通に疲れますよね。それと同じで KV の値も 1000KV よりも 10000KV の方がめっちゃ回るので負荷が高くなると言ったような仕組みになってます。でペラが合ってなくて KV が高いとモーターが燃えちゃう理由としては、 ESC がこうモーターをこう回そうとするんですけど、こうペラが合ってなかったりとか負荷がかかっちゃったりして、でモーターが回そうとするんですけど回せなくて、だけどやっぱりこう回そうとして、でこう大量の電流が流れることによってモーターが燃えてしまいますといったようなことが発生します。でこれはバッテリーからこう電流は流し続けるんですけど、このモーター側が回そうとするけど回りきらなくてうーってなって熱を持って燃えちゃうといったことになります。ちなみにこのペラと KV が合ってるかっていうのは飛ばしてちょっとテストしてみなきゃわからないらしいです。なので飛行機飛ばす人とかはワットメーターっていうやつでそういう負荷なのかなを測ったりするというのを聞きました。あとはこの ESC ですねが燃えることもたまにあるっていうので、これはペラとモーターの組み合わせが悪くて、かつこの ESC って何アンペアまで対応みたいなのがあるんですけど、モーター側がその耐えうるアンペア以上を要求して、こっちが頑張ってそれを出そうとする。でかつバッテリーもその要求されてるアンペアでの電流をこう流すことができる状態の時っていうのは ESC がそれに耐えられなくなって燃えちゃうといったパターンもあります。ただですね、今回私がテストで使った機体 1950KV なんですけど、こういう電流値とかですねに詳しい方に聞いたところ、まあ 20000KV 以下であれば燃えることはないというようなお話だったので、こちらの機体はまあ燃えないだろうと思います。では早速ですね、こちらバッテリーのテストしていきたいと思います。テストは2種類ですね、やっていこうと思ってます。1つ目が一定のスロットル量でぐるぐる回して、で何分飛ぶかっていうのを、まあ、このバッテリーで飛ばして、でもう1個同じ 1800mAで C の値が 50C のバッテリーがあるので、そちらと飛ばし比べてみて飛行時間がどうなのかだったりとか電圧の減り方どうなってるかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。2つ目がスロットルをガンって何秒か入れ続けて、その時に流れる電流量と電圧の減り方、これもこのバッテリーとこちらのバッテリーでやった時ですね、どういう変化があるのか見ていきたいと思います。ではではですね、こちら本家のバッテリーめっちゃでかいです。ちょっと乗せていろいろテストしていきたいと思います。で飛ばす時は GoPro 乗っけて、実際私がフリスタで空とか空撮として飛ばすときと同じような状態にしたいと思います。今日はちょっと風が強いんで本当は無風でテストしたいんですけど、最近雨降ったりとか風強いとかでなかなか飛ばすタイミングないので、一回今日やってみちゃいたいなと思います。こんな感じです。
前で見えるか。次はこちらですね。アマゾンの 1800mAh なので、これと同じアンペア数ですね。ただ C のとこですね、こっちがこれ 50C で、こっち 200C です。なので飛行時間は同じなんですが、放電量が違うバッテリーになります。なのでそんなスピード出さずにオーバルするのであれば、多分飛行時間は同じで、バッテリーの減り方ですねがメーカーの予算によって変わってくるところなのかなと思います。こちらのバッテリーですね、同じ機体同じ条件でつけて飛ばしていきたいと思います。時間のテストでした。で、まあ、あのスロットルを入れずにゆっくりこう飛ばす場合、無理ないスロットル量で飛ばす場合っていうのは、アンペア容量ですねさえ同じであれば C の値に限らず、まあ、同じぐらいの飛行時間で飛ぶということが分かりました。ただやっぱり見てて、あの電圧の減り方ですねが2つのバッテリーで全然違ったので、そこはあの面白いなと思いました。次は R ライン 1550mAh 120C ですね。これと今のボンカさんのバッテリーですね。で、思いっきりフルスローを入れて、でその時の、まあ、どれぐらい電流が流れるのかと、電圧どれぐらい減るのか見ていきたいと思います。1、2、3、4、5
ということで、フルスローの耐久テストもやってみました。今まで普通のバッテリーでこう追い取りとかするときに戦闘機とか追いかけるとやっぱスロットルグッて入れないと間に合わないんですけど、グッて入れるとさっきみたいに電圧バンって下がっちゃって、あもうスロットル戻さなきゃってなってたところ、こっちだと何秒かグッて入れ続けることができそうなので、今後早い機体の追い取りには期待できそうです。あとは電流量ですね。電流量もだいたい10ぐらいですね違ってたので、やっぱりこっちの方が電流多く流れてるということが分かりました。でこちらのバッテリーの国内での購入方法なんですが、ドローンの GG ボーンというフレームの、まあ、生みの親でもあり、ゆで卵向き職人のガンさんという方が取り扱われているので、興味のある方は概要欄にある販売サイト、もしくはガンさんの X ですね、まあ旧 Twitter から DM してみてください。それと実はもう一個、こっちもですね、こっちもちょっとこれはあのガンさんがいただいたバッテリーになるんですが、これもね耐久テストやればよかったなって今ちょっと思ってるんですけど、今度やってみようと思います。このバッテリーかなりでかいのでこんな感じですね。まあこれはそんな違和感なかったんですよね。多分追い取りぐらいだったらこれ乗せててもそんなに違和感ないかなって感じだったんですけど、まあこっちのバッテリーもねちょっとまた飛ばしてみたいと思います。ちなみにサイズ感的にはこれ普段飛ばしてる 1400mAh の 120cc と比べると、太さは R ラインの方がちょっと太い、ちょっとだけ太い、本当にちょっとだけ、横幅は他の方がちょっと広いって感じです。まあそんな変わんないかな。こっちもちょっと使ってみたいと思います。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。